出雲プラチナ1万年筆株式会社は筆記具などの製造・販売をする日本のメーカー。本社は東京都台東区東上野にある。新時代を用いてプラチナ万年筆と表記されることが多い。また、略してプラチナと呼ばれることも多い。1919年、中田俊一が岡山県で輸入万年筆の販売に着手。 1924年、中田は東京の上野で中屋製作所を創業。1931年開始したカタログ郵送を使った通信販売で成功を収めた。1942年、事業の進展により中屋製作所を改組し、プラチナ1万年筆株式会社を設立。金属の王様と呼ばれるプラチナを社名に掲げ、現在の社名となるに至った。 主力商品は、名前の通り万年筆であるが、採点、添削に用いるソフトペンや、ボールペンその他筆記具、プレゼンボードなども製造している。シャープペンシルでは新折れ防止機能搭載や、記者向けの、プレスマンや、製図用などプロ向け製品を製造している。また、早川式繰り出し鉛筆を不定期で複製している。 オーダーメイドの万年筆を手掛ける中屋和都市筆は、プラチナの万年筆職人らが創業した会社で、ヤゴーの中屋も許可を得て使用している。ありがとうございます。